自転車、自転車も乗ってるよって人います？ああ、ちらほらいらっしゃいますね。そう、結構やっぱバイクも自転車も乗ってると両方の気持ちが分かると思うんですけど、ホワイトベース二宮さんなの YouTube を見てるような感じで今あ自分喋るんでしたね、すっかりなの。あ、すいません、僕圧倒してしまいました。しまった、もう感動、はい、感動です、本当に。いつも見てたんで、もう、はい、YouTube だと失敗したら消せるんですけど、あ、そうなんですよ、今日は消せないっていうのがちょっと辛いところですね、はい、そうなんです、編集できない、そうなんですよ、あります、そうなんですよ。どうしようかな、じゃあ動画があそこで回ってるっていうね、これじゃあ性癖暴露とかいけないですね。いけないです、いけないですね。二宮さんたちがステージを盛り上げている、ステージがこの辺で奥でやってるんですけど、実際にちょっと離れるとこのように、うん、とっても自然が綺麗で、売店やあの食堂なんかも結構充実してて、皆さん楽しそうに談笑しております。こちらのピザ屋さんピザがとっても美味しい。本当に ありがとうございます。ヤマメの炭火焼き、炭火焼き美味しそう、いっぱい焼けてるところだったら、すごい写真ばっかしたんですけど、はい、ほら、ちょっと動画で大丈夫ですか？はい、どうぞ。濃い。手前2本がヤマメで、奥がイワナです。これがイワナで、こっちがヤマメ。ヤマメはこの小判型が特徴で、イワナは焼くとわかんないんですけど、白い水玉模様があって、ちょっと丸っぽく、こうイワナは細長い感じですね。ヤマメの方がこう魚っぽい感じで。はい、一番下にあったやつ、はい、YouTube を始めたきっかけは、おお、すごい、最後にこれが来るのは仕込みかなって思いません、ね、今ねランダムで弾いてる風で、ランダムですよ、ランダム、そうですか、機動戦士ランダムですよ、機動戦士ランダム、機動戦士ランダムですか、こいつ動くぞはい、今なんかアムロいたような気がしますその YouTuber っていうのが出てきたのは、僕が YouTube を始めてからだいぶ後なんですよ。まだ YouTube がただの動画プロだった頃に僕始めてるんで、はい、で自分も YouTube でこうなんかエンターテインメントやってるつもりは全くなくてですね、あの最初僕こう駆け出しの頃って、あのアパートの一室を借りて事務所にして、で駐車場を在庫置き場にして無店舗であのヤフオクで出してたんですよ。で抽選会が始まって丹波山587、もう一度じゃあ最初から、はい、豪華景品が当たるみたいです。丹波山597、丹波山433、丹波山414、なかなか当選者がいないですね。小菅537、ありがとうございます。なんかもらえてます、ね。奥多摩369。奥多摩657。多摩山583。小菅699。小菅516。小菅560。多摩山584。小菅643。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、チャンネル隊長さんの方から出して、ステッカーかなんか。ちなみに今日私が身につけているこのスラントベストっていうのがですね、トルーパーズさんで提供されているものなんですけど、ちょっとだけ宣伝いいですか？はい、すいません、これはですね、俺だから、これ俺アダプテーション変えられるんですね、全部これも全部外せるんですよ。で、いろんな種類があって、その日の行動に合わせてですね、まあ、ペットボトルだったり、まあ、ここにはまあマルチツール入ってますけど、まあ、ツール入れたりとか、まあ、LED ライトの支出がついたりとかですね、非常にこうバイクに乗るのに向
無駄がないというか、こう邪魔にならないポジションで、でここをですね、ここを外すんですよね。外すと、こう反対側をこう持ってこれるっていう、でここのポーチからまた、あのいろいろこう出し入れができるっていうやつ。どさくさに紛れるとこんな近く来ちゃった。これあのかなり便利なので、もしよかったら今日トルーパンさんが来てますので、話を聞いてください。あの在庫を持ってきてね。在庫持ってきて、在庫持ってきて。っていうスラントベスト。スラントベスト最近すげえ気に入ってます。これは。あとサングラスが新入荷ですよね。スラントのね。はい。はい。とかのシールド変えられるやつ。あの防弾仕様。三段銃の一番ちっちゃい。鳥打ちの三段銃の弾ぐらいだったら貫通しないそうです。多分あの増打ちの一発のやつは多分無理だと思うんですけど、あと仕貫地もダメですね。多分。取り打ちだったら課金いいんですね。そうです。はい、あれだったらもうあの手でも止められそうな気がしますけどね。わかります。あの取り打ちの三段銃は一番ちっちゃいんですよ。こうなんかこんなボールで、で鹿打ちがだからちょっと大きめなんですよね。あのこのぐらい、このぐらいの球数が三段じゃなくて一発なんですよ。あの車のドアとか抜けるスラックダスですね。あれもう誰が食らっても死産してしまうっていう。申し訳ない話が、うちの商品の宣伝してくれちゃった、まあ、そういう区分と思います。はい、あどうぞ座りました。はい、どうも変わりまして大将でございます。皆さんこちらのステッカーご存知どうぞ。はい、ということで、出張ナイフ市インコスゲ村、ホワイトベースさんの隣でちょこんとやらせていただきましたけど、ブースに来ていただいた皆様本当ありがとうございました。ちょこちょこナイフも、ね、特化品も人気で良かったです。ピザも大変美味しゅうございました。では機会がありましたらまたぜひよろしくお願いします。ではでは最後まで見ていただいてありがとうございました。